アメリカン航空、アメリカン航空、アメリカン航空、アメリカンエラインズ、インクは、アメリカ合衆国、テキサス州フォートワースに本部を置く航空会社である。本社は、ダラスフォートワース国際空港に隣接している。旅客運送数及び旅客キロ数で、世界一の大手航空会社である。関連会社を含めれば、1日あたりの運航便数は4000便、以上。 総旅客運送数で世界一の航空会社であり、総運行収入項目では、エールフランス KLM に続き、世界3位である、ナスダック上場の持ち株会社アメリカン航空グループ、ある、の主要市会社であり、あるグループの参加にアメリカンイーグルや現在は消滅した旧トランスワールド航空など事業別市会社が置かれている。ダラスフォートワース国際空港に隣接する、 テキサス州フォートワース市に本拠を置いている。就航路線としては、アメリカが衆国国内と、カナダ、ラテンアメリカ、西ヨーロッパ及び日本へ定期便を運航。2010年1月時点では、世界約40カ国、250の都市に就航しており、コードシェアを含む、特にラテンアメリカへの送料客運送数ではトップである。AA の会長び CEO は、 2001年にトランスワールド航空を吸収した。2013年1月に新しいロゴマークと機体デザインが発表される新しい機体デザインも銀色だが金属地肌に透明なコーティングをしたものではなくシルバーマイカが塗られているまで長年にわたり大きな変化もなく使用され続けてきた。なお、ゲイコミュニティへの支援を早期より明確に打ち出したエアラインとして知られており 人権団体ヒューマンライツキャンペーンが行う LGBT ダイバーシティ調査では8年連続100点満点の評価を得ている。同社の米国サイトでは LGBT 向けセクションがある。航空券の座席予約システム CRS はサーブルを利用している。機内紙は複数用意されている。2011年11月29日ニューヨーク州の裁判所に 連邦倒産法第11章の適用を申請し、事実上破綻した。適用期間中も運行は継続された。2012年8月31日、US Airways との合併の可能性が示唆され、2013年2月14日に、両者が合併することで合意した。なお、合併交渉にあたっては、司法長官やアメリカ国内での複数の州などから反対が出たものの、 ラガーディア空港などの発着枠を一部変換することで2013年11月12日に条件付けでの合併が承認された。これにより規制当局や米破産裁判所が承認されユナイテッド航空グループデルタ航空を上回る世界最大の航空会社となった期限は82社の合併でアメリカンエアウェイズのブランド名でまとまった航空集合体である。 大手では、テキサス州のサザンエアートランスポート、西海岸のサザンエアファストエキスプレス、中部のユニバーサルエビエーションと北東部のコロニアルエアートランスポテーションなどがあり、現アメリカン航空のハブチに古くから根付いている。九百三十年一月二十五日、正式にアメリカンエアウェイズコーポレーションと社名登録。ニューヨークを本拠地としてボストン。 ニューヨーク、シカゴとダラスへの路線を運行。またダラスからはロサンゼルスへ繋ぐことにより、早くから長距離路線によるコネクション法を編み出した。設立当初の運行機材は主にフォッカートライモーターやフォードトライモーターを利用していた。1934年、数々の運搬会社を保有するコードホールディングス社がアメリカンエアウェイズを買収し、 現名のアメリカン航空に社名変更する。行動者はテキサス州のエリートビジネスマンであるサイラス・ローレット・スミスをアメリカン航空の最高経営責任者に任命。スミスのもとアメリカン航空はダグラス社と積極的に飛行機設計の提携を結ぶ。1936年には両社の共同によりダグラス DC-3 の開発と運航に成功。 長距離用の DC-3 を導入後、運行機をフラッグシップ、機関、空港ラウンジをアドミラルズクラブ、デートククラブなどと公開用語を自社ブランドへ使い始める。また当時のブランドイメージとして、基調席の窓から4世のデートクペナントバタが掲げられていた。またスミスは航空会社と空港の関係が今後重要視されるであろうことにいち早く気づく。ニューヨークで ラガーディア空港が建設される際に乗客側は何を求めているのかを調べるため積極的に新空港建設のアドバイザーを買ってで空港の効率性向上や世界初のエディート専用ラウンジアドミラルズクラブの設置など後の空港建設に多大な影響を与えた第二次世界大戦後欧州路線への拡張として アメリカンオーバーシーズ航空を子会社として設立。しかし1950年にアメリカンオーバーシーズ航空は当時のライバルパンアメリカン航空へ売却された。同時期にアメリカン航空はメキシコ主要都市へ路線を拡大。アメリカン航空は早くからジェット機を主要旅客機として導入した。1959年1月25日にボーイング707で 初のジェット機による大陸横断便を運航。1960年代にはアメリカ本土の西と東海岸をノンストップ便で結ぶジェット旅客機が積極的に導入され、当時の宇宙開拓ブームによりアストロジェットと親しまれた。また、1962年には IBM 社との協力で世界初の電子航空予約システムサーブルを導入。これにより、 今まで紙と鉛筆で行っていた予約システムがコンピューター管理で可能になり予約の効率性を高めることに成功した。この時代、アメリカン航空はユナイテッド航空、デルタ航空、イースタイ航空と共にビッグ四と呼ばれる大手国内線航空会社へと成長していった。百七十九年に本拠地をダラスに移す新本拠のダラスが アメリカ本土の中心地点であるという地理的条件を利用し、路線図をスポークハブシステムに組み替える。1981年からダラス・フォートワース国際空港とシカゴ・オヘア国際空港を主要ハブとし、欧州や日本への路線を拡大。1980年代後半、サンノゼ国際空港、ローリーダー・アラム国際空港、 ナッシュビル国際空港とハブ指定の空港をさらに拡大するもの、いずれも利用者が増えず1990年代後半に退却。2000年以降も成田三ノゼ線を運行していたが、同じカリフォルニア州にあるロサンゼルスへの乗り入れ開始などを受けて2006年に中止された。1990年、経営難のトランスワールド航空から、 ロンドンヒースロー空港への路線権利を4億4500万ドルで獲得。これによりヒースローでアメリカ行きのハブを築くことに成功。同年、これもまた経営難のイースタン航空からマイアミ空港のハブと中南米路線の権利を購入。1990年代以降、アメリカン航空はマイアミのハブを最大限に利用し、 カリブ海や中南米への路線開拓へ力を注いだ。1998年に、ブリティッシュエアウェイズとカナディアン航空、キャセイパシフィック航空、およびカンタス航空と共に、航空連合、ワンワールドの結成を発表した。2001年4月、長い間経営難に悩まされていた、トランスワールド航空とセントルイスのハブ権利を買収。 双方の社員組合で給料や先輩優遇制度の違いで不平はあったものの大手ライバルを吸収することによってアメリカン航空の成長に期待感が生まれた。しかし同年の9月に発生したアメリカ同時多発テロ事件では国内線の11便と77便がハイジャックされでテロに使われた。そのため利用客が激減して経営が悪化し一時期は 倒産寸前まで追い込まれた。ユナイテッド航空、デルタ航空、ノースウェスト航空といった大手の同業他社が、連邦倒産法第11章の適用を申請して、経営破綻する中、アメリカン航空も、同章の適用を受ける案が社内で議論されたが、機内サービスを減らし、コストダウンを図れるところは何でもし、何とか持ち直す方法で、経営破綻を回避することとなった。 これにより、どんなに小さなことでもコストに響くことを再認識し、パイロットやアテンダントからのアドバイスはもちろん、グランドスタッフからメンテまで、各部署からコストダウンへの案が出された。自社ブランドイメージとプライドを飲み込み、国内線エコノミークラスの機内食配し、ファーストクラスで提供される、サラダのオリーブを1個減らす、機内で配られる新聞の撤去など、細かいサービスをカットした。 燃料費が機体重量と比例することも分かり、少しでも機体を軽量化するために様々な案が出された。短距離路線ではコーヒーポットは撤去され、ゲートではエンジンを一切使用せず、地上から供給される電源のみで待機、滑走路へたキシング中は変翼のエンジンのみでアイドリングするなど、また燃料を満タンにすると燃料そのものが機体の重量に影響することから、 各路線に必要な分だけの燃料を供給する案も実行。この重量と燃料ピレーリサーチ中にアメリカン航空のポリッシュドスキン機体が他社の機体よりペンキの重さ分軽いことも発見され、これによりポリッシュドスキンの機体は当分変更しないと決められた。苦しい経営の中2007年にテロ後発の業績利益を達成。 テロに機体を使われた一被害者ながらも破産することなく不死鳥のごとく蘇った航空会社として様々な経済史から高評価を与えられた。しかし、その後の燃料費上昇により2008年5月には隠して数量の値上げを発表、とりわけ米国内線で他社に先駆けて1個目の受託主荷物からの有料化に踏み切ったことで注目を集めた。 2011年11月29日、ニューヨーク州の裁判所に連邦倒産法第11章の適用を申請し、破綻した。2012年8月31日、US Airways との合併の可能性が示唆された。合併が実現すれば、ユナイテッド航空グループと匹敵するグループになる。2013年1月17日、新しい塗装とロゴマークを発表。 747から123の導入以来、親しまれてきた胴体はこれまでのポリッシュドスキンを、留め銀色塗装となるほか、垂直尾翼はこれまでの a a とワシのロゴから、アメリカの正常機をモチーフとしたストライプ塗装となり、現行塗装のイメージを一新する。新デザインをまとった、ボーイング777から 300ER の、 初号機を同年1月31日の AA963 便、ダラス・サンパウロから路線就航を開始。それ以降に新規導入する機材はすべてこの新塗装をまとう。2013年は60機導入。同時に既存機のファーストクラス・ビジネスクラスの改修を行い、ライフラットシートの導入も行う予定。また、ダラス・ソウル、ニガワ・センシカゴ。 オへア・デュセルドルフ戦などの長距離国際戦にも新規就航を目指している。2013年1月25日には新しい制服も発表。デザイナーはケン・カウフマン、アイザック・フランコによるブランドカウフマン・フランコを採用した。2013年2月15日、競技中だった US Airways との合併を正式に発表。新会社の社名はアメリカン航空で、 アライアンスもワンワールド所属が維持される。合併をめぐって、アメリカ合衆国の司法省とアリゾナ州など数州が合併に反対する訴訟を起こしたが、2013年11月12日までに、ワシントンナショナル空港及びニューヨークラガーディア空港の一部発着権等の返上などを条件に和解。同年12月9日に、新生アメリカン航空が誕生した。しかし、 新機動入機以外に、既存の B777 から 200ER などでも、新塗装への変更が進行しているが、新生アメリカン航空誕生に伴って就任した、ダグ・パーカー CEO が、新塗装への進行維持もしくは現、AA ロゴの描かれた塗装維持下で、従業員に伝達し社内投票が行われ、2014年1月2日、新塗装で維持すると発表された。 結果を受けて、2014年1月30日には、US Airways 所属の新塗装1号機、エアバス A319、機体番号 N700UW が、お披露目された。2015年4月、アメリカン航空と、US Airways が単一会社として運航する認可を、連邦航空局、FAA から取得し、同年10月17日には予約システムも、 アメリカン航空側へ統合されて、US Airways のブランド使用が終了。アメリカン航空に完全統合された。2016年、アメリカン航空は、キューバとの国交回復を機に、キューバへ定期便を運航することを明らかにした、アメリカ連邦航空局申請中。2017年3月28日、中国南方航空との戦略的提携に合意したと発表。 提携にあたり、アメリカン航空が中国南方航空に2億ドル、日本円で約222億円出資。提携は2017年後半からコードシェア提携とインターライン契約を開始し、中国、または北米や南米のネットワークを相互の顧客に提供する。コードシェアを実施する路線では、マイレージの獲得やスルーバゲージなどのサービスを提供することになる見込み。 アメリカン航空の日米便は東京、成田及び2016年2月に復活した東京、羽田となっているが2015年12月現在、アジア全体からは、インチョン国際空港からダラス、ホートワース、上海保東国際空港からロサンゼルス、ダラス、ホートワース、シカゴ、北京首都国際空港からシカゴ、ダラス、ホートワース、 香港国際空港からロサンゼルス、ダラス、ホートワースへと定期便、直行便を飛ばしている。アメリカン航空の路線は4大陸へ就航しており、特に北南米間の路線が充実している。ハブ空港のダラス、ホートワース、マヤミ、ニューヨーク、JFK からは南米へ、シカゴ、オヘア、ロサンゼルスはヨーロッパとアジアへの玄関口となっている。 また、アメリカの航空会社で唯一アンギラ、ボリビア、ドミニカ国、グレナダ、セントビンセントグレナディーンとウルグアイへ就航している。しかし、日本からの無制限の遺延形を持つデルタ航空、ユナイテッド航空と比べて、アジア、オセアニア、アフリカ、中東路線が弱く、特にオセアニア、アフリカ、中東に限っては、 自社便による運航がないためコードシェア便による運航で補っている。アジア、オセアニアは日本航空とキャセイパシフィック航空、カンタス航空でアフリカ、中東はブリティッシュエアウェイズ、ロイヤル、ヨルダン航空による運航となっている。ただし、これらは経営政策の一環とも言える施策でワンワールド加盟会社のコードシェア便として運航することでコストを削減しつつ、 加盟航空会社との共存共を図っているアメリカン航空は1994年から日本航空と国際線予約システムなどの共通化などで提携関係にあり、1999年には日米間の太平洋路線でコードシェア便を運航している。東京、成田サンフランシスコ、シカゴ、ニューヨーク、ケネリ、ロサンゼルス、サンディエゴ、ボストン、ダラス、 ォートアースの各路線は日本航空が運航するアメリカン航空のコードシェア便、便名が8000番台があるほか、アメリカ国内線への乗り継ぎ用途にアメリカン航空が運航する日本航空のコードシェア便も設定されている。2007年に日本航空グループがワンワールドに加盟してからは、日本航空が運航するアジアやヨーロッパ行きの路線や日本国内の路線でも、 アメリカン航空のコードシェア便がある。2009年9月13日に経営不振にある日本航空がアムールに対して出資などの経営支援要請を行い交渉段階にあると報じられた。その一方、日本国内会社との提携のないデルタ航空も日本航空への支援を申し出て交渉を行い、両者が提携の維持あるいは獲得をめぐって交渉合戦を繰り広げた。 2010年1月にデルタ航空との提携が報じられたものの日本航空が会社構成法を申請して経営陣が変わった際に新経営陣が提携会社を変えることに伴うアライアンス遺跡にコストがかかりすぎると判断最終的にアメリカン航空との提携強化を決定した。同年2月12日には日本航空と共にアメリカ政府に 反トラスト法の適用除外、アンティトラストイミュニティ、ATI の申請を行い、同年11月10日に認可された。ATI 認可を受けて、両社は2011年4月1日より、太平洋路線でのダイヤや、運賃の調整などといった、共同事業を開始することとなった。また、2011年1月17日付で、東京都千代田区内幸町にあったアジア。 太平洋地区オフィスを日本航空本社が入居する東京都品川区、東品川2丁目の野村不動産天皇図ビルに移転した。現在、日本航空との共同事業は、マイレージサービスのみならず、機内食の刷新など多岐にわたる。2008年にアメリカ国内線のロサンゼルス、サンフランシスコ、マイアミニューヨーク線で SL5 もインフライトインターネットの技術により、 機内で無線 LAN 経由の有料高速インターネットサービスが可能となった。公表により2009年中にアメリカン航空の中距離路線で幅広く利用されている MD-80 型機とボーイング737から800型機にもサービスを拡張する予定。航空機にはパワーポートが装備されているがパワーポート接続用アダプターは機内では借りることができないため あらかじめパソコンを充電しておくかアダプターを購入しておかなければならない。利用料は飛行期間中無制限で12.95ドル。徐々に導入されていく3時間以内の中距離路線は9.95ドル。高速インターネットなので、YouTube やニコニコ動画といった動画サイトも問題なく視聴可能。しかし、スカイプなどの VOIP は特殊なデータスクランブル方式のため利用不可。 ただし VPN で通すと利用可能との報告もあり。2017年、アメリカン航空は新規導入するボーイング 737MAX において座席モニター画面を廃止することを発表。これまで視聴できていたテレビ番組や映画などは機内のストリーミングサーバーを通じて乗客のスマートフォンやタブレットを通じて視聴できるようにする方針。アメリカンウェイ。 アメリカンウェイはアメリカ合衆国の大手航空会社アメリカン航空の機内誌である。日本路線を含むアメリカン航空の全路線、全便に毎月搭載される。1966年に創刊した。アメリカン航空は2014年に出版社をに変更し、2015年1月号からインクによる新デザインで発刊した。 アメリカン航空が2015年に買収を完了した US Airways の機内誌アサーウェイズマガジンもアメリカンウェイに統合された。アメリカン航空の機材は以下の航空機で構成される2013年9月現在。現在、アメリカン航空では経営再建計画の一環として従来707機体制だった運航機材の削減と 運行効率の低い旧型機を退役させ効率の高い新型機を導入する作業を進めている。例としては近距離国内線専用機材であるマクドネルダグラス MD-82、MD-83 型機の退役作業を進めている。後継機材としてはボーイング737から800型機が順次導入されているが2017年から 改良型のボーイング7 3 7ックスとエアバス a 3 2 0十ネオも導入する見込み。また、国際専用機材として、ボーイング777から 200ER 型機の導入も進めており、2012年からは、ファーストビジネスエコノミーの3クラスに、ブレミアムエコノミークラスの4クラス仕様となるボーイング777から 300ER も15機導入される。なお、 アメリカン航空が発注したボーイング社製航空機の顧客番号、カスタマーコードは二十三で、航空機の形式名は七百五十七から二二百十三、七百六十七から二百二十三 e r 七百六十七から三百二十三 e r 七百七十七から二百二十三 e r などとなる。九百七十年にアメリカン航空向けに製造された ボーイング747から123型機 N9668 は1974年に NASA へ研究用として売却され、その後シャトル輸送機へ転用された。NASA は購入後も長らくポリッシュドスキンのまま運用していた。アドバンタッチ、アドバンテージは世界初のマイレージサービスであり、年会費は無料。現在では6 0 0 0 2以上の 加入者があり、デルタ航空のスコヨーマイルズ、スカイマイルに次いでメンバー数が多いマイレージプログラムである。ホテルやダイニング、クレジットカード、レンタカー、インターネットショッピングポータルなど、マイル加算方法は多い。しかし、ユナイテッド航空のマイレージプラスと比べると、ほとんどの提携先がアメリカの会社なのでアメリカ在住の人は貯めやすいが、日本では非常に貯めにくい。 ただし、日本の航空会社と比べマイルの有効期限規制が緩いのが特徴。18ヶ月に1回マイルに変動があれば、さらに18ヶ月有効期限が延長されるというルールになっている。つまり18ヶ月以内にフライトの搭乗や提携サービスの利用があればよいことになる。アメリカではシティバンクがクレジットカードとデビットカードを発行しており、1US ドルに 1> 月1マイルの付与となる日本では、理想なカードが、クレジットカードを発行しており、ゴールドカードとクラシックワイドカードが100円につき1マイルの、付与クラシックカードは200円につき1マイルの付与となる。もともとは、元百貨店店員だったアメリカン航空社員が、百貨店勤務時代を思い出して発案したもの。当初は、顧客囲い込みサービスとして、 ポイントを貯めると、ハワイ域航空券や、ファーストクラスへのアップグレード券と交換できるというものだった。予約システム内の電話番号リストを検索して、最も利用数が多い顧客13万人と、アドミラルズクラブのメンバー6000人を対象にテストを実行。テストで好評だったため、1981年5月1日に、正式にアドバンテージとして発表された。 遅れを取ったユナイテッド航空は、約1週間後に対抗サービスのマイレージプラスを発表。その後、他社も独自のマイレージサービスを導入した。なお、エリート会員にはビジネス及び、ファーストクラス専用列でのチェックイン、エコノミークラス非常口席の優先予約、飛行機への優先登場、アドミラルズクラブの年会費ディスカウントなどの優遇がある。また、 最近国内線で導入された1.2個目の受託手荷物費は免除される。エリート会員になると通常のマイルとは別にボーナスマイルが加算される。ボーナスマイルが加算される。航空会社は以下の通り。同じワンワールドメンバーでもブリティッシュエアウェイズ日本航空マレーブハンガリー航空倒産済みではボーナスマイルは加算されない。しかし上記のように アメリカン航空のコードシェア便名で購入された航空券ならボーナスマイルは加算される。アメリカン航空、アメリカンイーグル航空、アメリカンコネクション、およびワンワールド加盟航空会社とアラスカ航空で加算されるマイルはエリート会員ステータスマイルとして加算される。その他はマイレージ加算のみでエリートステータスに必要なマイレージの影響はない。ホテル宿泊などで アドバンテージマイルを加算する方法は、主に二つに分けられる。アドバンタッチプログラムの中に、ミリオンマイラー、ミリオンマイラーというものがある。アメリカン航空か、定型航空会社での生涯累計実飛行マイルが一定になった際に、生涯ステータスが付与される。以前は、クレジットカードやホテル利用で貯めたマイル数も累計に含めることができたが、2011年のルール変更で、 実飛高マイルベースでのみ与えられることとなった。また、合併により、US Airways の生涯累計マイルもこのプログラム上は加算されることになった。アメリカン航空の最高責任者であったスミスが、テキサス州に多大な経済的貢献をしたとして同州から名誉称号のテキサスレンジャーが授与された。これにインスピレーションを受けたスミスは、 名誉称号なるシステムをマーケティングとして利用する仕組みを立案。ラガーディア空港建設当時に記者会見用として利用されていた部屋をアメリカン航空がリースしニューヨーク州から酒販売許可を得る。1939年に世界初の航空ラウンジアドミラルズクラブ、提督クラブを設立。当初はハリウッドやブロードウェイのセレブリティ、大物政治家、 大企業のトップエリートなど VIP 専用クラブであった。長年アドミラルズクラブはアメリカン航空からの招待状がなければ入会不可能であった。しかし一乗客がこれを差別とみなし訴訟を起こし、後にアドミラルズクラブ及び他社のラウンジは年会費制度となった。現在は1日を試し、県50ドル、年会費250ドル450ドル、または アドバンテージマイレージで会員券が購入、更新可能。年会費はアドバンテージプログラムのステータスによって異なる。アメリカン航空以外のワンワールドサファイア以上は無料で利用可能。なお、アメリカンエキスプレスのプラチナカード及びセンチュリオンカード保持者は無料で利用可能。アメリカン航空は以下の航空会社、鉄道会社とコードシェア提携を組んでいる。 フトジは、ワンワールド加盟会社、TWA 及び US Airways の事故は含めて、いない。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。